で、ホークス史上ではこれ4回目だったんですけれどもね、サードベースコーチの村松さん以来ということになりました。さあ、それでは今日のゲームハイライトで振り返っていきましょう。今日はファイター先発は前回登板見事完投勝利を飾った有原、連勝を目指すマウンドですが、2アウトを取ってからでした。柳田悠岐がインコースのカットボールに反応、スタンドに運びます。いいボールでしたけどもね、この辺はね少しびっくりしたところですよね。出鼻をくじかれた有原、1点を失います。2回の裏、ファイターズワンアウトランナーなしから5番のレアードです。マウンド上ホークスはこちらも開幕から調子のいい中田健一で、これレフトのグラシアルのエラーもありまして、これが結果、セカンドまで行ってツーベースヒットのようになります。ツーアウト一塁二塁となってから中島のこの強い打球もライト上林の守備範囲でした。結局タイムリーにはならずに点は取れません。4回の表、ホークスはワンアウト一塁二塁で6番のグラシアル、これがセンターへのタイムリーヒットになります。昨日は3安打猛打賞だったグラシアル、今日は来日初タイムリーヒットということになりました。2点目が入ります。するとホークスワンアウト1塁2塁で今度は柳田悠岐、これも2本目のホームランかというね、タイムリーツーベースヒットになりました。3対0とリード広がります。そして柳田に引っ張られるように4番の内川もね、2点タイムリーヒットで5対0ダメをします。さらにデスパイネもワンアウトからツーランホームラン、7対0とこの回一挙5点も奪ってリード7対0に広がります。ダメを押されて変わるのはちょっと悔しかったですよ ね。有原ノックアウトとなりました。で、有原の後を継いだのは、玉井、そしてその後クモンとつないでいきます。そのクモンなんですが3番柳田悠岐にワンアウトランナー2塁からタイムリーヒット、左殺しとして出されたクモンでしたが、柳田は今日止められませんでした ね。で、8回の表、ファイターズは今日昇格してきたばかりの荒垣がマウンドに上がります。ワンアウト一塁三塁とピンチ招いて上林、これは犠牲フライには十分、9点目が入ります。さらにツーアウトランナー一塁で柳田悠岐のサイクル達成の瞬間でした。まあ、スリーベース出ればという話、見事右中間に転がっていきましてね、もうこれ行った瞬間もう回るって決めてましたよね、たまたまですって言ってましたけども狙ってました、ここからね、ぐーっと加速していって自ら送球を背中に受けてサイクルヒット達成ということになりました。会場今日札幌ドームが一番沸いた瞬間だったと言ってもいい柳田悠岐のサイクルヒット。そして9回は最後田中正義が出てきてワンツースリーイニング、田中正義も今年は何かね大きな戦力になりそうな、そんな予感のする1イニングでした。10対0ホークスが大勝でゲーム2を取ってこのカード1勝1敗となっています。近藤さん、はい、どうぞ。ファイターズ先発、有原投手のコメントです。厳しいコースへ投げようと意識していましたが、同じように同じバッターに打たれている